前回のあらすじ、院長の猫に対する愛が伝わりました。俺も院長に抱かれる猫になりたいですね。理由はまあお察しの通りですが、でこういう感じで次のシーンに入りましたが、とうとうはるかのイベントですね。ちょっと最近スポットライトを浴びない方、はるかちゃんのとのイベントに入りそうです。校庭に出ると、今日もはるかが部活を頑張っているようだ。さてあ、とことんはるかルートから外れる方向にも行けるんやな、一人で。でもさ、せっかくはるかちゃんのイベント見たいしな。みんなのイベント見まくいよったら、一般エンド的な共通エンドで終わるかなとか、そういう話とか俺どうでもいいけん。もうみんなのイベントが見たいけん、はるかを待つわ俺。おーい、はるかカズトだ、今帰り。前から思っとったけど、そのエース KD ってなんすかね。前からすごい気になっとうけどさ、なんすかね、エース KD って。お、はるかは細い体に胸はちょっと大きめないよな、この子。僕もそろそろ帰ろうかと思ってたとこ。よし、じゃあ一緒に帰ろうね。あ、もう帰れるよな。うん、ちょっと待ってて。うわ、幼馴染、二人一緒に帰る幼馴染。そう言うとはるかは部室の方へとかけていった。あー、出た、自分のことははるかだと思っている別人みたいな感じの立ち絵の人。夕暮れの道を二人で歩く。まずは部活お疲れ様だな。お疲れってほどでもないよ。よう見たらさ、これアホ毛だけじゃなくて、後ろにもちょっとなんかポニーテールみたいなんかあるんやな。ショートヘアかと思っとったけど、そういう髪型だったんやな、今更やけどさすがははるか、タフなやつだ。そうだ、そういえば、なあはるか、ちょっと聞きたいことがあるんだが、いいか。ん？何かな？転校生のことかな。転校生っていうか、あの夏の少女のことかな。はるかに関する疑問点。それははるかに対する？あ、なんか委員長に聞いた時みたいな感覚のやつやな、俺なんか。あー、でもなんか特別変な選択肢があるかって言ったらそうでもないな。運動能力の限界ちょっと気になるな、運動神経高いし。で、今夜のテレビ番組まあ趣味の話か。で、未だに朝起こしに来ることについて、これは幼馴染の特権だからな。幼馴染も特権聞いとくわ、お前。それにしてもはるか、お前毎日起こしに来てくれるよな。だってさ、カズトに頼まれてることじゃん。頼んでるんだ、カズト頼んでるんだ。それがさ、だん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 卒業間際になってきてさ、はるか毎日俺のことを起こしにしてくれって言うてさ、遠回しながら結婚の申し込みプロポーズをしてさ、うん、いいよって、はるかちゃんとしては結婚のプロポーズとは思ってない感じの反応やってさ、婚姻届を見せられた時にさ、いきなり顔がポワってなる感じ、ね、そういう感じのはるかちゃんをちょっと思い浮かべたな。確かに確かに図星使えてる。そうなのだ、元はといえば俺が頼んだことなのだ。妹の翼が家を出て俺一人になった時に、朝起きられるか少し心配だったのだ。一人で起きられるようになる前の間起こしに来てくれというようなことを言って頼んだはずだ。じゃあ起きれるようにやってないんだな、お前。俺は2週間程度の短期のつもりで頼んだんだが、現在1学期が終わろうとしているのに未だに起こしに来てくれるのだ。正直その気持ちは嬉しい、嬉しいのだが、そろそろ俺一人でも起きられると思うんだけどな。僕の目から見たらまだまだ心配だよ。最近なんて特に起きられてない。いい台所使えるの。最近はちょっと寝つきが悪くてな。テレビの見すぎだ。そういうところがあるから心配なんだよ。やっぱりカズトは僕が起こしに行かなきゃダメじゃないのか。ダメらしいな。反論できない。ま、そんなわけなので、毎日起こしに来てくれるのは正直な話ありがたくある。
俺が同じ立場だったらやったとしても1週間程度だろう。だな。なんだか自分の普段の様子を顧みて心配になってきた。はるか、これからも気が向く限りでいいから朝の迎えよろしくな。わあ、カズト、お前人追い立ちできないタイプだな。うん、いいよ。学校遅れたら大変だもんね。ただし月3万円ね。3万も取るの？笑顔でそう答えるはるか。やっぱりいいやつだよな。うん、3万は負けてくれ。そんな感じで何気ないことを話しつつ、俺たちは帰路に着いた。はるかイベント終わってしもた。まだ選択肢があるけどさ、全部終わったってわけじゃないけどさ、全部見ときますね。全部見ときますわ、これ。じゃあ、運動能力の限界について聞いとくか。お前の運動能力ってどれくらいあるんだ？なんだ、サスケ制覇できるんか。サスケ制覇できるぐらいに運動神経あるんか。どれくらいって言われても、答えづらいじゃないのか。近い運動神経の持ち主のアスリートだったらどんな人がおる？まあ確かに、漠然と言われてもどう答えたらいいかわからないよな。じゃあさ、今から軽く走って何キロくらい走れる自信ある？部活終わりで疲れた時よね。うん、そうだな。町内一周くらい。距離で言ってくれ。この町がどれぐらいの、どれぐらい、一周でどれぐらいあるんかを知らん。ゲームしている人にとっては、ま、町内一周はどれぐらいかわからん。部活動だって言うのにまだそんなにスタミナ残ってるのか。じゃあ握力は？リンゴ潰せる？ゴリラやないか。潰せないよ。潰せないよ。でも両手を使えばカボチャくらいは真っ二つに割れるに違いだ。どこにそんな筋肉があると思ってんだ。割れないって。僕を何だと思ってるのさ。アームストロングジェットサイクロンハルカ。さすがにそこまでは無理か。よし、わかった。え？ハルカの運動能力は主に足に集中しているんだよ。ほう。そう言われてみれば。でも大体の人は腕よりも足の方が強いじゃないのさ。まあ筋肉の量は足の方が多いよね。はるかの脚力特化は絶対に常人以上だと思うぞ。なんなん、チーターの DNA でも埋め込まれて生まれてきたん？僕はそんなことないと思うけどな。そんなことあるってのは、おそらくはるかキックは分厚い鉄板をも打ち抜くに違いない。仮面ライダーのそれか。仮面ライダーのキックとなんか似たような感じなん。仮面ライダーハルカとかありそうやな名前。なんか仮面ライダーハルカとか割とありそうな名前やな、そう言われてみたら。なんか響き系の仮面ライダーにありそうな名前な気がするわな。仮面ライダーハルカって割となくはないような名前やな。生体に命中すれば即爆発死は免れないだろうな。殺人キック？概ね合ってる。どこが合ってるのさ。そんな感じでハルカキックの威力について議論しつつ、議論についてどうでもいいな、スノーロンはどうでもいいな、謎理論タタタタ、謎理論タタタタ、ハルカのキックが強すぎるのは謎理論。というわけで次の最後の選択肢見ておきます。テレビ番組の話か。趣味の話やな。今夜のテレビ番組について。今夜なんか面白い番組やったっけ？有吉の壁とか。面白い、うん、はるかはちょっと考える。僕ご飯食べる時くらいしかテレビ見ないからね。あほうなんじゃ。どっちかって言ったらネットの番組 YouTube とか見るタイプかな。そうなのか。俺の家で飯食う時は決まって見てるからよく見てるんじゃないかと思ってたんだがな。だってカズトの家アマプラ加入してないから。見たい番組があったら見るからね。
面白い番組も少ないけどね。なんかさ、マンネリ化しとんか知らんけどさ、昔のああいう面白い番組あったのにな、今はそんなに興味惹かれる番組多くないなっていう感じは俺にもあるんよな。何なんだろうな、あの感覚。昔ってそこそこ面白い番組があった感があるんよな。小さい頃に見よった俺、 USO ジャパンなんか面白かったなと思うんやけど。じゃあいつも家に帰ったら何やってるんだ？ご飯食べて、風呂入って、ちょっと授業の復習して、明日の準備して、寝るくらいだよ。真面目、普通に真面目。ある程度予想はしてたが、なんとも健全な生活を送ってんだな。道理でいつも早起きできるはずだ。夜更かしがデフォルトの俺とは大違いである。でもさ、こういう子がさ、大学とか入って、なんかサークルに入って変わるんだよな。パリピーなところ行ったりさ、変わるんだよな、これがね。よし、はるかにも夜遊びの面白さの一つや二つ教えてやるか。はるか、今度の休みの日の夜にうちに来ないか？夜にカズトの家に？ああ、黒なぎと一緒に夜通し遊び明かしてるんだが、そういうのも結構楽しいぞ。でも僕途中で寝ちゃいそうだよ。それに遊ぶんだったら別に昼でもさ。夜には昼にはない楽しさがあるんだよ。逆もまたしかりだがな。まあ気が向いたら参加してみてくれ。いつでも大歓迎だぞ。手出すなよカズト。お前、黒なぎと一緒にはるかちゃんに手出すなよ。そういうのはダメだぞ。ちょっと考えてみるよ。絶対ゲームをさ、オールナイトでやってるよ、あいつら。何のゲームやってんだろうな。フォートナイトかな。というわけで今日も終わるって感じで、選択肢が終わり。俺は自室のベッドで寝っ転がっていた。あー、今日も疲れたぜ。なんで月曜って特に使えるんだろう。当社費 1.5 倍くらいで。わかる。今日はここのまま寝ちまおうかななどと思っていた、その時。なんだ？部屋のすぐ外からボールが壁に跳ねる音がした。黒投げかな。音の原因はわかっていた。やっほー。あ、さっきあったばっかやん。てか、はるかの家にも、さくらさんのポスター貼ってあるんじゃ。大人気だな、おい。さくらさん大人気だな、おい。バスケットボール、そっか、バスケ部だったわ。隣の家の窓から、はるかがバスケットボール片手に顔を出していた。窓からボールを相手の部屋の壁にぶつける。相手の家の壁にシュー！超エキサイティン！エキサイティンすぎて割るなよ。弁償するぞ。家が隣同士の親たちならではのコミュニケーション方法である。おう、はるかか。なんかあったのか？そのうちはるかちゃんのことやけんさ、家の窓からこっちの窓にさ、飛び込んでくるとか、飛び込んできてそっち側に行くとか、そういうパターンあるかなって、ちょっとやりかねないなって。ただこのコミュニケーションは小学生時代に開発されておきながら、致命的な経験があるために現在は非常時以外ほとんど使われない。ね、ちょっと早く伝えておかなきゃいけないことがあるんだよ。じゃあなんでさっきの帰るときに伝えてこんかったん？あ、来た来た。ボールの動き、ボールの動きがちゃんとしとったわ。はるかはボールを軽くこっちに投げる。ボールは俺の家の1階の雨よけ屋根をバウンドして俺の手元に飛び込んできた。コントロールがかなり洗練されてるな。さすがバスケ部。伝えておかなきゃいけないこと、なんだ？このゲーム、あと5分ぐらいで終わるよ。あと5分でどうやって終わらすんだよ。打ち切りエンドみたいな終わり方してきてるじゃない。あ、戻ってきた。ブーメランのかのごとく綺麗に戻ってきた。俺ははるかにボールを返す。あ、返したけんか。ボールははるかの家の雨よけ屋根をバウンドする。はるかはボールをキャッチして言う。あのね、明日のことなんだけど。ボールの動きが気になる。早くに家を出なきゃいけないんだけど。あ、それで迎えに来れないから
明日は自力で起きて学校に行ってくれって。会話のキャッチボールとともに棒のキャッチボールもちゃんと行われよるというか、なんかそういう面白い表現の仕方。大丈夫？ちゃんと起きれる？心配すんだって。それくらい起きれるって。念のためにモーニングコールしよっか。ホテルか。僕と一緒に早く学校に行くのは嫌だもんね。そこまで気使ってくれなくても大丈夫だって。ちゃんと時間に起きて登校するよ。起きたらちゃんと顔洗って着替えるんだよ。バスケットボールの存在感が強いね。妙に。分かってるよ。なるべく朝ごはんも食べてね。分かってるって。はるかちゃんがおかん並みに心配してくれてる。遅れたらダメだよ。おう、はるかこそ寝坊して朝練遅れるなよ。うん、僕は大丈夫だよ。じゃあお互い万全を期して今夜はこれくらいで寝ておこうぜ。うん、おやすみ。終わった。会話のカジバの会話のキャッチボール並びにバスケットボールのキャッチボールも終わったわ。そんな感じで、はるかとも窓越しの奇妙な会話は終えた。さて、そろそろ寝るか。さすがに明日寝坊したら、はるかに何言われるか分かったもんじゃないからな。明日になった。いつか。その日の空も青く澄み渡っていた。俺は重い扉を開き、青空に近いいつもの場所へと向かう。屋上、あの子おるんかな。おった。いつもの立ち位置でいつものように街の風景を眺めていた。俺に気づくと振り返って言うのだ。またお会いできましたね。向こうから話しかけてきた。おいおいおい、やべえぞ。前半はるかちゃんのパートだったのにさ、この謎の小説パートの方に目が開いてさ、はるかちゃんのことを霞んでくる視聴者出てくるんじゃないかな。俺ははるかちゃんも好きだよ。愛しているよ、はるか。謎のフォロー。だから俺もいつも通りに返す。だな。先輩はいつもここで何やってるんだ？絵日記つけてるんです。へえ、絵日記なんて珍しい。見せてくれよ。恥ずかしいからダメです。ちゅ、残念。カズト君も絵日記つければいいのに。楽しいですよ。よう喋るなこの子。今回は俺は日記っていつも三日坊主だからな。あれ待てよ、できそうにないよ。ましてや絵日記なら。待てよこれ。まだ夢じゃねえのか。なんか前あったよな。なんか屋上であったで、なんか目覚まし時計の音とともに夢がなんか終わるとか、そんな感じなことあったよな前。それ夢じゃねえんか。あの謎の少女の女の子にしてはえらい喋りすぎなんやけど。習慣づけたら楽しくなりますよ。そこまでが大変なんだって。えらい。だって1回目話した時よりすごい馴れしい喋り方するよもんこれ。やりましょうよカズトくーんって言うかお前。あの女の子が言うかこんなこと。カズトくーんってちょっとドラえもんみたいな。どうしましたカズトくん。いや、先輩にそう呼ばれるのって少し違和感があるなって。妄想で先輩の方が好きやけん。年上好きやけんか。年上好きやけんか。先輩って設定になってるからな。どうして私の方が先輩なのですよ。まあそれはそうだけどさ。俺はちらっと少女の方を見る。むしろ少女の方を見下ろす。こんなに身長差があったら先輩の威厳も何もないよな。黙り込む少女、ちょっといじめすぎたかななどと思った時、日記はダメですけどこっちなら見ていいですと言いながら
先輩は自分のスカートをまくって中を見せてきた次女、突然の次女先輩出てきました。そう言って少女は一冊のノートを手渡す。なんだノートか、これはデスノートだったりせんだろうな。お前これまで最近死んだ犯罪者の名前とか書いてない？台本？そのノートの表紙に何やらタイトルらしきものが書かれている。それは、あー来たー、目覚まし時計来たー。やっぱり夢落ちでしたね。これベルの音で目が覚めた。かー、黒なぎ、目覚ましを解除するのを忘れてたのか。まだ変な夢見てた気がするぞ。まだ外が暗いじゃないか。変、寝直しだ寝直し。セミの声で目が覚めた。時計を見るといつもより10分早い時間だった。よかった、起きれたで。あと少し目に立てば遥が迎えに来るだろう。いや、そういえば今日は部活の朝練があるから来ないんだったっけな。たまにはのんびり登校ってのもいいか。せっかく早くしてたので俺はそのまま支度をしていつもより早く登校することにした。えらい。いつもの通学路も印象が少し変わって見える気がする。それは果たして時間が若干早いからなのか、それともいつも横にいるやつがいないからなのか。結構新鮮な感覚で学校に向かうことができた。校庭では運動部の連中たちが元気に活動をしている。朝っぱからご苦労なことだぜ。やっぱり俺はああいうことはできない。早起きにしても今日はたまたまで労働時間にいつも登校して、その上運動して汗を流すなんて絶対に無理だ。たまに早起きしてくる程度がちょうどいいんだよな。とその時、校庭の隅でうずくまってもぞもぞと動いている人影を視界の隅に捉えた。誰だよ、ん、あれは誰？知らん人出てきたよ。だーれー、なんかビームサービル、ガンダムのビームサービルみたいなところになんか剣に本刺しとるし、メイドさんじゃ。あー、なんか父でかやばい、委員長並みに父でかい女の人できたよ。彼女の名は水月七瀬先生、家庭科担当の非常勤務講師である。あ、先生だったんじゃ。なぜメイド服？それに対して学校側は何も言わんのか。そしてその方は何のために使うんじゃ。それでそれを包丁代わりに料理を作るとか、そういう話ではないだろうに。その服装から一部でメイド先生と呼ばれ親しまれている剣の要素、剣の要素の方がちょっと俺は気になるな。おはようっす。あいよ、おはようさん。水月先生は振り返ると泥まみれの笑顔を浮かべた。その手にはシャベルが握られている。何してんすか、こんな朝早くに。水月先生の授業っていつも午後からでしょ。本人が朝に弱いからわざわざ午後の授業のみしてもらったという説がささやかれてるが、さて。あたしかい。あたしはね、ほらこれだよ。水月先生がスカートのポケットから出したものを見てみると、何かの球根のようだ。でっかい球根ですね。一体何の球根なんですか？知りたいかい？そそまで目立たておいて教えてくれんかったらモヤモヤするんじゃ。もったいぶるからには希少な球根に違いない。はっきり言って興味津々だ。知りたいっす。声が小さい、もう一度。知りたいっす。いい返事だね。よし、んじゃあさ教えようかい。なんだ？ドキドキ。この球根の名前はね。ドキドキ。実は私にもわからない。ガク！俺はつい前のめりになってしまった。散々引っ張ってそれですか？悪かった悪かった。
でもあまりにも珍しすぎて図鑑にも載ってないんだよ。それちょっと違法のやつじゃないですかね。大丈夫ですか。それもしかして違法のやつが生まれてくるんじゃないですかね。大丈夫な図鑑にも。ああ、学会でも未確認の植物ってことさ。それそんなそこいらに普通に埋めていいんすかね。そんな やばいやつ、そんなすげえやつ。つまりこれを育てて発表すりゃ一大スクープってわけですか。ああ、きっと好きな名前つけられるんだろうな。名誉博士号も夢じゃないってやつ。ああ、もしかしたらもらえるかもな。すごいじゃないっすか、水月先生。家の倉庫整理してたら出てきてね。なんでそんな家の倉庫にあるん。観音寺先生に聞いてみたら、砂漠の中で100年に一度しか咲かない花なんじゃないかってさ。それ観音寺先生が適当なこと言ってるだけじゃないですかね。100年に一度、つまりは1世紀に一度きりの花。仮にそうだとしたらギネスに乗るかもしれないっすね。ああ、私は今から楽しみだね。水月先生は身も心のウキウキな様子で球根を埋める穴を折っている。で、水月先生。なんだい？その植物に名前つけられるとしたら、どんな名前にするんですか？俺がつけるとしたら、デカーパイパイにしとこうか。そうさね。メイドソウ、おじぎソウみたいにさ。はあ。水月先生は穴の中に空港を入れながらそんなことを言ってくれる。け。なんだいその反応は。穴を埋めつつ横目で見てくる水月先生。自分の名前つけるのよりはマシかと思いますが、センスはいまいちですよそれ。言ってやんなよ。俺もちょっと思ったけどさ、歴史に名を残すとても言うのだろうか。発明、発見したものに自分の名前をつけるという事例は例を挙げるもののバカバカしいくらい多い。それが他の国ならはいざ知らず、日本名というものは学名には絶対的に合わないものなのだ。せっかくなんだし、もっとハイセンスなネーミングにするべきだと思うんです。なんだよ、デカーパイパイにしとく。デカーパイパイに。ほう、例えばどんな。そうだな、英語風に、さっそうと、キングブロッサムコーリングフラワー、略してキングブロッコリー。バカかお前。野菜かい。じゃあグレーテストプラントフラワー、略してグレープフラワー。はあ、なんかさ、かっこいい名前つけようとして滑ってんだよなお前。痛い中学2年生が考えそうなセンスさね。バーニングダッシュリーフ、略して熱そう。ワイドデュエルマスターズのカードでありそうな名前。意味不明だよ、というかもはや略じゃない。ガーン。どうやら私たちにはネーミングセンスはないようさね。だな。学校に来て埋めた急行に向かってうなたれる俺と水月先生。その様子を見ていたのか、一人の女性とが通りがかりに一言。まだ目も出てないのに何やってるんだか。誰だ。あれでもこの声、委員長は。俺は思わず顔を見合わせる。そして、こらえきれずにどちらともなく笑い合う。私たちって何やってんだろうね。こりゃ傑作だよ。まだ目も出てないうちに一喜一憂してる俺たちって。まあ、だけだ、アフらしいな。一旦笑い始めるとどんどんと愉快になっていき、俺らではしばらくそのまま笑い続ける羽目になった。笑いすぎて腹筋が痛くなった頃、水月先生は言う。そういえばさ、一つ問題があるんだよ。あ、結局さっき来た女性とって委員長じゃなかったやな。声がそれっぽいなって思っとったけど違ったんじゃ。え、なんです。私って午前中ほとんど学校にいないんだよ。だからこいつの水やりをどうしようかね。ああ、大丈夫大丈夫、黒なぎにやらせますんで。
なんだ、そういうことですか。だったら俺がやっておきますよ。ってかっこよく言うんやけどさ、裏では黒薙に任せて自分がやったことにして宮月先生の好感度を上げるというパターンですね。わかるぞ、カズト。え、いいのかい？それくらいなら朝に一度やればいいんでしょ。ああ、そいつは助かるよ。ありがとな。これさ、結局朝起きれんでさ、朝にあげれんで、ま、明日あげればいいかってことがさ、8回くらい続いて変えるパターンだな。わかるぞ。いいってことですよ。俺もどんな花が咲くか楽しみだし。そうかい。ああ、あとついでにその隣に私の校内菜園があるから、そっちにも水やってくれると嬉しい。校内菜園、そんなもんやってたのか。は、はい、わかりました。ちょっと面倒くさいことを押し付けられた時の顔。うんじゃ、頼んだよ。水月先生は校舎の方へと歩き始める。不意に歩みを止める。どうしたんですか？俺の顔が忘れられていることですか？確か高崎って言ったっけ君。名前は覚えられてなかった。はい、高崎和人です。よく人がいいって言われるだろう。え？ん？まあそれも君の個性さね。ほら、そろそろ教室に向かった方がいいんじゃないかい？そう言って水月先生は校舎にかかっている大きな時計を見張る。するともうすぐでホームルーム開始の時間ではないか。いつの間に。それじゃあ俺はこれで。俺は挨拶もそそこそこに校舎に向かって走り出した。はあ、まさかさ、委員長以外の爆乳キャラが出てくるとは思いませんでしたわ。